ちょっと早いんですよ。びっくりするぐらい朝が早いので、ちょっとだけ。15分ぐらいしたらもう終わっちゃいます。今日は申し訳なし。高彦さんこんばん、めいちゃんこんばん、めいちゃん、のぞちゃん、やっほー、めいちゃん、ロイヤルパパありがとう。よいしょ、今私は充電器を取りに行ってました。かやばんこんばんざい、こんばんざい、ラバタンこんばんざい、ありがとうございます。ということで皆さん、先ほどのやつは見てくれました？頑張ったよ。どうかな、見てくれた？すみすみこんばん、こんばんぺーい、見てくれました？見てない人は後で体育館裏に来てください。だーいココちゃんこんばんは、こんばんざい、タタタラさんこんばんざい、メイタン、はい、メイです。レジオさんこんばんざい、こんばんざい。きっとみんながあれだ、安原の定型文を使ってくれてると思うんですけど、どうでしょう。なんかご飯食べてるんだけど今眠くてご飯がもういらないさっき帰ってきたんでちょっとだけ眠いなっていう。見た？どうでしたか？個人的にはすごい反省点しかないようなあれだったんですけど、大好きありがとう、おかえりただいま。いやもう反省がいっぱいの配信でした、個人的にはですけど。もっとなんか立ち回りとか上手くなりたいし、トークももっと上手くならないなって思うた。ただいま。もうね12時過ぎてるからね、やばいよ、こんなに12時が過ぎてるなんて。見れないピエン、 YouTube でね配信もされてたみたいなのでチェックしてみてください。過去のやつも残ってるから今回のも残っとるんじゃないかな。畳みがけるかのごとくめちゃめちゃ喋りましたけど、いっぱい喋っちゃいました。ピエン、はーい、はーい明日は久々に何もないですね、皆さんと交わるものが。個人ルームはねやるので。どんだけストイックなんですか、全然良かったです。いやもっとね、本当もっとできたはずと言われたので、レーベルさんにももっとできたでしょうって、だからもっと頑張らんとなって。めちゃめちゃ話すこともピックしてたんですけど、全然違う感じになっちゃって、あれれれみたいな。なのでもっとね頑張りたいなと思いますよ、本当に。これからねインフルと普通の風邪も流行ってる、気をつけてね。確かにそうかもしれん、普通の風邪も流行ってるらしいからみんな気をつけよ。見る、ありがとう。ある意味万歳ジャパンらしさがある感じだったと思うんですけど、2回目にして、まあ、自分たちを出すことはできたのかなって思うので、次はねちゃんと話のオチを学んでいきたいなと思います。リュウさん明けましておめでとう、お久しぶりです。チラリズムありがとう。寒い、冬だね、もう冬すぎてやばい、寒いって思っちゃう。メイタン大好きありがとう、ココちゃん、もう冬だよみんな、冬冬冬を恋し冬だよ。大チョキンありがとう。冬だよ冬、本当に。でも寒さに耐えられなくなってきた。明けましておめでとうございますです、ますますます明けおめことよろだよ。大好きじゃ足りない、どうしよう、どうしようね、もう本当大好きじゃ足りんよね、わかる、わかりみが深し。
でも皆さんにねこうありがとうとかいっぱい伝えたいんですけど、なんと伝えられないということで。伝えたかったんだよ、それこそ6周年とかさ伝えたかったんですけど。メイさん質問なんでしょう、てん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 、何回大好きって言っても足りないよ、ありがとう。やっぱね、でもひでちゃんこんばんざーい、ありがとう来てくれて。片思いってやつですかね、みんなと両思いですから。レサハラは誰か特定の一人とは両思いにはなれないけど、みんなのことを思ってるから、みんなはメイのこと好きでいてください。恋ですかね、恋しちゃったんだ、だこの前行った時におらんかったような。え、いつ、いつやろう。よしぽんこんばんざい、こんばんざい。え、いつだろう、いついつ、見えないぐらいに縮んだかもしれん。確かにそれは可能性としてあるな、縮んじゃってるかもしんない。シュンって、シュンですってめちゃめちゃ縮んでみんなに見えないぐらい小人になっちゃったよかも。好き好き、ありがとう。でもなんかもっと本当になんかもっと爪痕を残そうとか思わないと、いやダメですね。やっぱあの数分の中でこう何かを刻めないとなって思いながら常にやってるので、もっと頑張ります。好きな子ができたよ。お、誰ですか。36本見とったよ、バンザイジャパンの攻撃トークトーク。いやもうね、数打っちゃ当たるみたいな感じで今日喋っちゃったから、落ち着くことを覚えようと思いました。今回は渋谷のリリースイベント、タワレコの5階だったかな。あー、いつのやつ。バンザイジャパン15日までね、自粛してるのよ、ライブ活動。過去のメイタの動画見てた、寂しくて。寂しさは紛れた、帰宅してからチェキ見たり。おお、ピーマンお疲れ様、ありがとう。豚骨ラーメンって感じ、ありがとう。豚骨ラーメン、明日ラーメン食べようかな。ミズピーこんばんざい、今日はラジオか、可愛いお声の配信やな、ありがとう。ミズピー来てくれて。11月17、あ、そう、渋谷タワレコですね、5回やと思います。それは安原芽衣さんだよ、テレリ、ありがとう、嬉しい。そう言ってくれるのはすごく嬉しいです。ハッピーハッピー、幸せハッピー。 JP さんカウントありがとう。いや本当にね、もう1時になっちゃうけど、もうねコンタクトも外しちゃいました目がパリパリで。でもねやっぱ好きって思ってもらえるのはやっぱ嬉しいですしね。なんかね、仕事中はとあることをして寂しさを紛らわしてた。お、何してたの。よしろこんばんざい、こんばんざい、セブンセブンセブン、よしろこんばんざい、ありがとうございます。やっぱ定型文のこんばんざい、いいですね。やっぱみんながやってくれるっていう、この嬉しい。目がパリパリ、安原ドライアイなんだよね、めちゃめちゃ。だからコンタクト長違い入れてるともう目がパシパシになっちゃうから、目がパリパリです。パリパリのパリンチョ。この花と願い星よ、願い星願い星3日までの特典が届いてよ。おお、よかった、あざす。どうだった、嬉しい感じでした。結構動画が、囲み動画めちゃめちゃ個人的にはなんて言うんだろう、力作だったんですけど、発売されたら取りに行かんとあかんやつかな、あかんやつですね。ちょっとでもマジで取りに行ったらハッピーになれるぐらいいい曲ばっかりやし、3曲とも、まあ、エールデリバリーがねいつお披露目になるかまだ分かんないんですけど、みんなのもとに早くお披露目したいなって気持ちでいっぱいなので待っててください。寂しさピークで泣きそうになるとジャンピン、そうだよ、ジャンピン聞くとねやっぱいい曲だから、単純に単純にね、めちゃめちゃいい曲やから。いつ発売なの。1月の26日です。1月末だね、1月26日いい風呂の日です今作った、
一番風呂の日ジャンピンの変顔を思い出して吹いてた。ジャパン元気が泣き出してこう。動画めちゃめちゃ良かったよ。やった、チキに好きがなかったの寂しかった。ピエンだよ。いやだっていっぱい好きって書いてもあれじゃん、毎回なんか好きが軽くなっちゃうから。あと今回はあの多分お正月バージョンだったんだと思う。お正月バージョンですまたいっぱいね好きになって、好きをマシマシにしてこう、お互いに。そんなことも知らんとお金払ってるのマジでメイタンのツイート動画を見てニマニマした。あ、キンパ食べてるやつ、あれめっちゃ美味しかった。チーズキンパ今流行ってるやん。ああいうビヨーンってやつ、チーズがビヨーンってやつハマってて、なんか TikTok とかでもよく見るから食べちゃいました。なんか美味しかった。個人的にはあの日食べた中でマジ上位に入るレベルで美味しかったです。やっぱ韓国料理ってなんであんな美味しいんだろうね。本当にメイタンが好きなんだなと実感した。本当にうれぴー、シオとしか話をしてなかったから、じゃあこれからメイちゃんといっぱいいろんなお話しましょう。いやもう最近本当になんかま体調不良とかもやっぱ多発してるわけじゃないですか。だから私は今日まずいやつを飲もうと思ってここに一発。なんかあるじゃん、そのなんか体の栄養ドリンクみたいなやつを今日は苦手なんですけど飲んでから寝ようと思ってちゃんと買いました。しかも300円のじゃなくて500円のやつ買ったの。実質税込みで600円すっごいしてるわけですよ。それだけ自分の体に今日はね課金をして。マジです、マジですか。ちっちゃすぎて見当たらんかったんか。いつ行ってた。でも確かにおらん日はあったかもしれん、さすがに。あ、てつやほーこんばんざい。メイタンの配信見れんかった。翌日は仕事のスピードやばい遅い。そうなん。昨日は遊びに来れんくてごめんね。恥ずかしいことに携帯持ちながら寝落ちしてしまった。メイも最近寝落ちが本当に多くてやばいから、みんな気をつけてね。あの寝落ちするならあったかいところで寝落ちして、あの暖房とかつけっぱやったら本当に喉とか死んじゃうし、絶対体調が崩れちゃうからみんな気をつけてね。さっちゃんの時もやっぱいっぱい推しがいるからね、なんかこう何かで活力を得られるっていいですよね。やっぱこうやって配信とかでやっぱ喋られるようになってるから、今この配信をするっていうこの期間、今日はちょっと早めに終わっちゃう、15分が出たらもう終わっちゃうんですけど、もう理由はもう明日ちょっとマジで早いからちょっと寝なきゃいけなくてっていうあれがあるので、あれしますけど、あれしか言ってないですね。でもあれをしますけど、みんななんかこうなんて言ったらいいか分からんけど、こたつで朝はやばいね、寒くなっちゃう。両日3時とかではない、3時だったらメイね今配信してるんでやべえなって思っちゃう。でもほんと15分でねマジで終えますね今日は。申し訳ないことですが明日はもうちょっとできると思うんですけど、明日はもしかしたらお風呂上がりかラジオですねそう、あれがあれであれだから皆さん、まあ、いろいろとねこう自粛期間も私たちバンドジバン頑張ってるから、みんなに何かを届けられるようにとどまらずに頑張っているので、皆さんは今後も応援してくれたら嬉しいなと思います。気が向いたら行きますよ。ありがとう、待ってるよ。リュウさん顔出しが欲しいな。ちょっとの間顔出ししんかもしれんけど、でも分かんないですまだ今後のことは。ちょっとだけでも出したい気持ちはあるとだけ伝えておきます。あ、15分になりました、ありがとう。ヘイチアホー、15分経過したよ、ありがとう。ということでじゃあそろそろね、エサラはお風呂に入ってすやすやピーしたいと思います。553日、555の日なんかやりたいな。おつめいたんでした。ということでそろそろ配信の方終了したいと思います。今日は配信見てくれた人ありがとう。いやお風呂配信してもいいけどね、5分で終わるね。お風呂
おやすみ、6周年おめでとう、ありがとう。おやすみ、ありがとう。ですね、タワレコ配信楽しかったよ。うつむいちゃん、ありがとう。タワレコの配信、皆さん見てくださった方はハッシュタグバンザイジャパンをつけて、いっぱい感想ツイートを載せてください。お願いします。おつめいちゃん、見れてよかった。こちらこそ。のどちゃん、おやすみ。お疲れ、お疲れ。6周年おめでとう、ありがとう。おつでした、おつでした。大好きだよ。メモ大好きだよ。てつ、お疲れ、ありがとう。バイバイ。ということで、明日も配信するので、よろしくお願いします。遅くなってごめんね。いいよ。全然期間とか関係なく、6年目、7年目も、よろしくお願いします。ハート、ありがとう。ラブです。キュンです。以上、バンザイジャパン石川県の伝道師リーダーの安原芽衣でした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。